マノロ・ガッピア・ディーには、イタリア・カルチナーテ出身のサッカー選手。ポジションは FW。UC ・サンプドリア所属。姉のメラーニア・ガッピア・ディーには、イタリア女子代表として活躍した、元サッカー選手である。アタランタ BC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年3月14日、パルマ FC 戦でデビューを果たした。7月9日、AS ・チッタデッラに、 レンタル移籍した。ここで27試合に出場し、5ゴールを記録した。2012年8月24日、ユベントス FC が共同保有権を獲得した。2012から13シーズンは、ボローニャ FC へ、レンタル移籍シーズン終了後、ユベントスはアタランタから、残りの共同保有権を買い取り、2013年7月9日。 ガッピアディーニの共同保有権とシモーネザザの保有権のトレードで UC サンプドリアへの移籍が決定。移籍最初のシーズンは35試合で10得点を記録した。2015年1月5日、SSC ナポリに移籍した。しかしゴンサロイグアインの控えという立場のまま終わってしまい、イグアイン対談後もアルカディウシュミリクやドリース、メルテンスにポジションを奪われスタメンを確保することは、 できなかった。2017年1月31日、サウサンプトン FC に移籍した。2017年2月4日に行われた、ウエストハムユナイテッド FC 戦で、サウサンプトンデビューし、移籍後初ゴールを決めた。2月11日のサンダーランド AFC 戦では、先発出場し2ゴールを決めチームの勝利に貢献。2月26日に行われた、 フットボールリーグカップ決勝のマンチェスターユナイテッド FC 戦では再び2ゴールを決めたがチームは敗れて準優勝に終わった3月4日のワトフォード FC 戦でもゴールを決めチームの勝利に貢献した2017年2月のパフォーマンスによりファンによってプレミアリーグ月間最優秀選手に選ばれた2019年1月11日 UC サンプドリアに完全遺跡で復帰することが発表された。2020年3月、イタリアで流行している新型コロナウイルスの検査で、セリエ A の選手としては2人目の陽性だったことが明らかになった。第32節のウデーネゼ戦では、吉田麻也のセリエ A 初となるアシストからゴールを決めるなど、リーグ戦では33試合に出場11ゴールを挙げ、 チームのセリエー残留に貢献した。イタリア代表として各年代でプレーしている。A 代表デビューは2012年8月15日のイングランドとの親善試合。2015年11月17日のルーマニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。